皆さんこんにちは、ワンダリングルイージュです。では今回はポケット戦国続きをプレイしていきたいと思います。で前回ですね、まあ、北畑、あとは筒池とですね同盟を結ん で東は、家康武田とも同盟ということで、目下注意すべき相手が信玄ですね、越後の信玄じゃないですね、謙信、越後の上杉謙信と、あとは畿内一円ということになります。で、まあ、鈴木家なんですが、有効度が今30か、まあ、どちらかというとね、鈴木家は味方に引き入れていきたいんですが、まあ、そう簡単にはもちろん傘下に加えたり同盟に入れたりすることはできないので、ちょっと様子を見つつ注意しなきゃいけないのが本願寺。ただここは金をいくらか、援助を頼まれた時に援助をしているので、まあ多少なりとも有効度は40ということで、鈴木家よりかは高い状態ですね。であとは、比叡山延暦寺、まあ信長がね延暦寺の焼き討ちをやったというのは有名な話ですが、ここがすでに実は有効度がマイナス100なんですね。なぜかというと三好家に従属しているという状態なので、できればですね、まずはこの京、この京を抑えてすぐに延暦寺まで攻め込みたいなというふうに思っています。では早速兵を動かしていきましょう。すでに満タンというか士気は完全に上がりきっている状態なので、これを一路京へ向けましょう。ちょっとね、京を攻めた時に鈴木家とか周辺諸国の動きが気になるかなというのはあるんですが、まあ、すでにね、京に関しては三好家が抑えているところを奪うということで、新たに戦争を仕掛けるわけではないので、まあ、少し気は楽ではあるといえばあるんですけどね。注意しなきゃいけないのが鈴木家の最前線にあたる、岸和田城ですね。岸和田城と、あとは池田城、この池田城っていうのは対謙信の最前線ですね。ここは、城のレベルをガシガシこの後上げていきたいと思います。あとは本願寺がいつね、攻撃を仕掛けてきてもおかしくないかなというところはありますからね。さあこれでようやく京を取り戻しましたということで、足利義昭、京を取り戻してくれたか礼を言うぞよということで、京が、配下に加わった感じですかね。で掛川城が籠城戦に入ってますが、これはおそらく家康と信玄がバトってる感じですよね、きっと。まあ、兵力的にはちょっと厳しいのかな。松平家は総兵力1万3000、それでも1万3000を抱えてるんだな。ちなみに武田はというと2万4000、さすがですね。ちなみに織田軍は2万ということで、武田よりやっぱりやや戦力的には落ちるかなというところですよね。では続けて軍勢を繰り出していきましょう。で、そうだな、軍事力が一番低いのは誰かというと、この中では、まあ、やっぱり秀吉とか秀長あたりは低いですよね。庭長秀を置いておきましょう。庭長秀を牧島城に置いたまま延暦寺を攻めます。で、比叡山は国家鎮護の、寺であり日の本随一の聖地です。全国の大名たちを敵に回すことになるんじゃやめとくか。まだその時ではないと。ちなみに本願寺を攻めるのは厳しいですよね。総兵力8万5000っていうのも化け物ですし、何よりも城のレベルが748っていうのはとても削り取れる量じゃないので、とはいえだな。
そしたら一旦城攻めはやめて、お金がある今のうちに城の強化を行っていきましょう。岸和田城ですね。あと池田城も強化していきましょう。まあ、来たるべき決戦に備えてということになるかと思います。でそうすると浅井朝倉と今事を構えるつもりはさらさらないので、そうなるとどうだろう、三好家か。三好って今総兵力的にはどうなってんだろう。ちょっと三好の大名詳細見ましょう。総兵力8000か、まあ、9000ですね。ここを圧迫していくのがいいのか、それとも鈴木と回戦していくのがいいのか。とりあえず部隊をいつでも出陣できるように動かすだけ動かしましょう。これを、最前線岸和田に移動しましょう。でね、やっぱりその攻め込むとその土地が荒れるので、できればね従属させて領地を召し上げるっていうのが一番いいんですけど、そうするには威圧をねガシガシ仕掛けていかなきゃいけないんですよね。それが果たしてできるかというところなんですが、宇都宮と上杉が海戦か、これは悪くないですね。まあ、少なくても強攻は避けたいんですよね。力攻めは避けたいので、まあ、それなりに戦力差をつけた状態で里見と上杉も海戦か。ちょっとこれかなりあれだな、上杉がでかくなってるんじゃないかな。ちょっと確認しましょう。上杉はというと、そうですね、やっぱり大きくなってますね。北畠が食えればねだいぶ変わってくるんですけどね。こうやって見ると上杉、北条、武田、織田、あと毛利がでかいですね。ちょっとやっぱり侵略のスピードを上げていかないと危ないかなって感じだな、天下取りの家の道が。ではちょっと不本意ではありますけど、北畠ではなく鈴木家と回戦していきましょう。で鈴木の方から従属を申し入れてくるのを待ちましょうか。まあ、戦力差はねこちらの方が倍の戦力を持っているので、十分に戦闘に耐えられるかなとは思うんですけどね。で筒井と鈴木が手切れになればなおよしですね。でここで戦闘になりますと。で敵がね、どんな感じの布陣かわからないんですが、鈴木といえばやっぱり鉄砲隊が怖いので、鉄砲隊に対抗できるような、まあ、配置にしておきたいんですよね。って考えると鉄砲を置いて切り込みできるような布陣にしておきたいということで、今回は珍しく勝家を真ん中に入れて、侍隊ですね、侍部隊を中心に集めましょう。でその両脇を鉄砲隊で固めて、右翼左翼ともに槍足軽を配置します。でこれでどういうことを狙うかというと、まず敵の鉄砲隊が出てきた時にはこの勝家の部隊で敵の鉄砲隊に突撃をかけて、それでも足りない場合は成政の侍と数正の侍部隊ですね、まあ、要はこの勝家を中心に両脇の2部隊で
敵の鉄砲部隊へ切り込むと。で、さらにその両脇を信長と光秀の鉄砲隊で固めるという布陣ですね。では回線していきます。で、早速なんですが敵の布陣見ていきましょう。まず鉄砲隊は2部隊ですね。土橋隊と孫市ですね。ここが鉄砲隊が2部隊で、侍と貞尾が、ここは騎馬隊できてますね。雑賀と鈴木氏の当主、本願寺とともに鉄砲傭兵集団の雑賀氏を引いて信長と戦ったと。で、孫市有名ですよね。石山加瀬において雑賀衆を率いて信長と戦った謎の多い人物、孫市の名は雑賀衆の棟梁や有力者が代々継承する名であると。で、高野山の門徒衆も加わっているという布陣なので、そうなるとちょっと危険なので陣外をします。何が危険かというと、敵の騎馬隊ですね。この騎馬隊がドーンと万々が一この三井での鉄砲隊に直進突撃をかけてきた時に三井での部隊が壊滅するので、それを避けるために秀吉を敵の騎馬隊の前に出して、三井を少しずらします。で、刑事を少し前に出していきましょうという感じですかね。じゃあこれで時間を進めていきましょう。なので成政と勝家はもう突撃ですね。敵の鉄砲隊の正射が始まったら突撃を仕掛けていきましょう。で、ここで鉄砲隊の突撃が正射がお互いに始まる感じかな。始まりましたね。なので一旦ちょっと無理を承知で、成政と勝家を敵陣に突撃させましょう。で、一旦引きます。敵の鉄砲隊を蹴散らしたら、一旦引いて、あとは敵の殲滅ですね。もうどちらかというと本当に殲滅戦をやっていきましょう。今回でも、壊滅させるぐらいの気持ちで、戦っていきたいなと思います。とにかく敵部隊は壊滅させると。壊滅させて一兵たりとも逃さんというね、感じでいきましょう。最後は勝家の騎馬隊で総統戦に移りましょう。これでもう敵をね、完全に壊滅させることができればだいぶ状況も変わってくるでしょうと。で、さっきも言ったように強行力攻めはしたくないので、こちらの士気が下がりきったところで一度兵を引きましょう。今85なんで40を目安にしますか。少しね、やっぱ時間はかかっていきますが、土地が荒れると厳しいので、おっと、ここは、なるほど、筒井の部隊が進軍中か。これ味方に加わってくれればありがたいですね。
でこのまま城が落としきれるかというと、やっぱりあれですよね、雑賀側も鈴木家側も徴兵をして、すり減った兵が回復しつつあるので、まあやっぱりさっきから言ったように40を目安に一度兵を引きますか。ただ左近も来てるね、増援は来てますね。どうだ、このまま囲い切るというのもありだよな。味方はね、ただ増援はこれ以上は望めないので、あ、そうか、筒井家の方は士気は一切落ちないね。となればこのまま囲み切りますか。囲み切っちゃって、でちょっと様子を見ますか。鈴木の方は今兵の補充中ですね。まあさすがにね、2000程度で1万4000、3000ぐらいの軍勢に攻めかかってくるってことはないかなとは思うんですが、さらに神殿開発に向かったね。よし、これは確実に落とせますね。城を一つ落としましょう。で高野山か、高野山は北畑じゃなくて筒井が取りに行ってるね。まあ、ただどうなんだ、純慶の部隊はここを落としきれるんだろうか。純慶はこれを狙ってたんだな、高野山を取りに来てるんだな。やってくれるな。そしたらちょっとすり減った兵を一旦回復させましょう。お金はあるのかな。お金がないから徴兵がそもそもできないな。まあ、鈴木家このままいけば、まあ大したことないというとあれですけど、一気にね殲滅できそうですね。本願寺に出兵依頼をしに行ったが、厄介なことしてくれるな。そうしたらちょっと兵はすり減ってるんですが、このまま雑賀寺に攻め込みましょう。でそうしてると、本願寺勢がやってきたか。しょうがない。兵を一旦引いて取り返しに行きましょう。本願寺めやってくれるな。四季三条が落城させられたので、一旦ここで徴兵をしてからですかね。いや余計なことしてくれるな。はっきり言って本願寺を敵に回すつもりはなかったんですけどね。
いや、受け入れられないわ、この停戦に関しては。まあ、ただ鈴木家を滅ぼした後に四季山城を取り返すっていう戦略にしましょう。まあ城を一つね奪われた形なんで面白くはないですが、今は先に鈴木家を殲滅することに、全力を挙げましょう。では出陣していきます。まあ四季山城を奪われたというのかな、金5000をむしり取られるのか、まあしょうがないな。で、武田と松平家が停戦か。これはいい話だな。かつここで敵を粉砕しましょう。まあ、ここはあまり考える必要もないかなというぐらいの布陣なので、このまま開戦に入っていきましょう。3000ですからね。しかも足軽が、槍足軽が2に侍部隊が2か、ほぼほぼ影響はないな。あとは一兵たりとも逃さないというところですかね。ここはもう敵を囲って逃さないようにだけしていきましょう。まあ、ゼロにまでやっぱりしたいですからね、敵の舞台は。まあ50まですり減らせばもう壊滅したも同然でしょう。このまま放っておきましょう。ここは釈放だな。まあはっきり言って この手の武将を抱え込んでおく必要はないというか、抱え込む余裕はないというか。で、高野山が北畠の手の中に落ちましたね。一応味方の方は士気が50を下回ったら今回はね、一度根来島で引きましょう。前回はね40というところでしたが、今回敵が4000の兵を集めているので、味方は50を切ったので一旦兵を根来島で引きます。いや、北畠も結構頑張るね。そしたら徴兵をしておきましょう。
A の補充が必要なのはいないと。よし、じゃあこのまま進めますね。ちょっとやっぱり回復が遅れてきているかなという感じはありますね。まあ、北畠と同盟を、まあ、同盟国を入れると、まあ、織田家もねかなりでかいんですが、義明自らが来てますね。資金援助、まあ、2000ぐらいじゃあ援助してるか。遊ばせておいてももったいないというところですね。当面お金にも困らなそうな感じにはなってきてはいるので、よし、士気は回復したので出兵していきましょう。再度出兵ですね。さあそろそろね、鈴木の方も部隊を出してきてくれれば一戦交えて粉砕したいところなんですけどね。純慶が何しに来るんだ。ここも40だな。40まで下がったら一度兵を引きますか。根頃地は商業がゼロだもんね。まあやっぱりね、威圧をしていきたいんですよね、本音を言うと。では27まで減ったので一旦部隊を根頃島で引きましょう。ちなみに今お金は200か。200だと正直言って何もできないな。筒井が狙ってるって言っても、筒井とは契約になってんの今。同盟結んだんじゃなかったっけ。早いね、同盟切れるのが。試験場、まあ、200ぐらいだったらいいでしょう。鈴木を滅ぼして筒井純慶を攻めるか。そうすると筒井家は今は総兵力3000か。かなり小さいね。むしろ筒井と回戦していく、そんくらいの感じになってきてるな。いや、先にやっぱり鈴木だな。鈴木を撃破してからですね。撃破もしくは、鈴木を従属させるか。鈴木をね、さっさとやっぱり従属させたいですよね。さあ31日になったら一度従属の依頼というかね、威圧をしていきましょうか。金を少し使いますが、早速ですけど威圧で、信長自ら金3000を持って鈴木を威圧しましょう。この威圧が効くかどうかですね。
なるほど、従属はしないと。まあそういうことであれば滅ぼしましょう。で、まあ、このまま、鈴木を壊滅に追い込んでいきたいので、これが叶えば、おっとここで敵が出てきたか。味方の方は士気が64、これは粉砕できるな。回戦して戦っちゃいましょう。まあ、倍の戦力があるので、士気が多少落ちてはいますが、十分に戦えるかなという感じですね。そしたら、いつもの戦法っていう感じにはなっちゃうんですけど、とにかく後ろに固めておきましょう。で、敵の鉄砲隊が1、2部隊ですね。で、あとは貞雄の騎馬隊。サダオの騎馬隊か。サダオの騎馬隊は要注意なので、こんな感じにしちゃいましょう。で、できれば鉄砲隊を側面から銃撃したいので、勝家を少し前に出しておきましょう。鉄砲隊は消耗したくないんでね。そしたら勝家の騎馬隊でなんとか敵を粉砕しきりたい。できるかな。よし、孫一を打ち取った。これはでかいですね。だいぶ戦力が削られてしまったんで、そうすると残された戦力で、三段打ちをかましていきましょう。逃したくないので追い打ちをかけていきます。よし、これで鈴木はほぼ壊滅させたな。サダオは徒用できるんだったら、まあ徒用できないよね。まあ釈放してあげましょう。ただ鈴木はもうこれで完全に壊滅したと言っていいので、次の狙いを筒井順慶に定めましょうか。ん？ちょっと待ってね。岸和田城へ敵の大軍が攻めてきてるだと？いや待ってくれ、これは厳しいぞ。岸和田城に敵の大軍？いや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 、聞いてないぞこれは。ちょっと至急兵を集めないと。
いやー、これは聞いてないなー。聞いてないわー。しょうがない。これはもう強行に切り替えて、本当はそんなことしたくなかったんだけど、もうさっさと、蹴りをつけましょう。ああ、遭遇したか。籠城だな。籠城して、ちょっとギリギリまで我慢しましょう。いやー、鈴木追い詰めたところで三好がここまで勢力を挽回してくるとはちょっと思わなかったですね。はい、というわけでちょっとね、また戦争が続きそうな感じですが、一旦ここで終わりにして次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。